と前髪がね、巻きが取れてるのでね、前髪をちょっとやらせてください。うん、目がチカチカするっしょ、みんな。そんな日もありますよ。しがきさん、キラキラありがとう。今日は曖昧なお時間をお伝えしましたが、昨日とあまり変わらない時間でお送りしております。横毛も出した方がいいかな。そのままでもいいと思う。本当、ナンさん、天使キラキラありがとう。ターボーさん、ハートありがとう。今夜も可愛い、本当ありがとう。わしゃっぴさん、だるまさんじゃない雪だるまつくろう、ありがとう。そうすいさん、天使ありがとう。とまさん、かわいいくまちゃんありがとう、嬉しいよ。しのハートありがとう。ハート、カジノフォンテンさん、キラキラありがとう。ちょっと横毛からやりますね。ちょっと横さ、めっちゃ伸びたんですけど、今日は髪結んでますよ。ピンク亀尾さん、光平さん、キラキラありがとう。ちょっともう前髪が言うこと聞かないな。やばい、やっちゃった。こっちに行ってほしいんですけどね。もう今日はちょっと癖ついちゃった。キュッキュ聞こえるでしょ。こんばんは皆さん、こんばんは。ちょっと気に入ってませんが、まあこんな感じでいいか。ヘアアイロン、そんな音するんだ。するときはするかもしんない。今日キュッキュ言いますね。なんでだろう、なんでなんやろうね。今日キュッキュ言ったね。確かに。ちょっと待って、この毛いらないぞ。ピンって今日ですか。今日はね、ちょっとしかメイクしてない。アイシャドウとか塗ってないからね。そんな感じ。キュッキュッと聞いて髪が全部抜けるんじゃないかと心配してます。抜けんよ、大丈夫だよ、抜けない。うん、今日はね、久しぶりにトレーニングに行ったので髪を結んでます。だからね、メイクもね、あんまりしてない。そうなの、そうなの。汗かくとさ、まあ、メイク落ちるじゃないですか。そうだからね。でもなんかマスクしたりするから、ちょっと顔がこすれたりするとニキビの原因とかになっちゃうから、下地とかは塗るようにしてるんですけど。そう、やっさん、雪だるまつくろうありがとう。モーリーさん、キラキラありがとう。ちょっとまつげ上げていいですか。私まつげ上げていい。うん、まつげ上げるの見るのってさ、怖いですか？怖い？みんな
あげあげ。上がった？上がった？ビューラー怖い？やっぱ怖いんよ。見るの怖い？でも私人にしてもらうのが一番怖い。見挟みそうで、うん。見挟みそうで怖い。まぶたを挟んだことありますか？あるあるよ。あるけど人にやられるのが一番怖いよね。バッチリ。リップをすればなんとかなるでしょう。ね、聞いてみんな、今日ね。今日ね軽くメイクしてたんですよ。でさ、トレーニング行く前にさ、ね、あのリップを塗ったんですよ。このリップを、このリップを塗ったんですね。したらこのリップ落としちゃって、そう、これ親友ちゃんからの誕生日プレゼントで2年前くらいにもらったんやけど、コロナ禍の時期にもらったんですけど、これ落としちゃってさ、今日さ、今日着ていくお洋服に落としちゃって、で見てこんな風に削れちゃってさ、こんな風に削れちゃってさ、お洋服も汚れちゃってさ、悲しかったよね。そう、でもあの何、ウェットティッシュとかでどうにかして、まあごまかしましたけれども、うん、悲しかった。うん、メイクしてると綺麗な感じやけど、あんまりしてないと可愛い感じ。どっちも褒めてくれて嬉しいです。ピンセットでまつげを上げてるのに比べればビューラーの方がマシター、ビューラーの方がマシだってこと？そう、そんなに長く使える？うん、あのね、ずっと使っちゃらんくて最近使い始めたんですよ。そう、最初ちょっと使ってみてもらった当時にね、当初に、そう、それでずっと置いてて使ってなくて、で最近この色がめっちゃ気に入っちゃって、そう、そういう時あるんですよ。そう、最近気に入っちゃって、最近めっちゃ使ってるんですけど、悲しい。あ、違うよ、だからこのお洋服違う。そう、割れんくっていうこと、いや、ボキッて折れちゃったらもうね、めっちゃショック受けてましたけど、それはなかったけど、でもさ、この見栄えよ、もうめっちゃやだ、悲しい。うん、そう、あ、気晴らしに行ってありがとう、国陽さん、虹ありがとう。ちょっと心が治った気がする、ちょっとだけ。ピンクがまさん、雪だるまありがとう、ぶっちゃんハートありがとう。そうなんです。ソースイさん、メロディーありがとう。まあ自分が使うからまあいいんですけど、でもさ、もらい物だしさ、悲しいじゃん。誕生日プレゼントでもらったんだよこれ、悲しくない？ショック。これね、すごいんですよ、これ蓋ね、わかるかな。ここが蓋が磁石になってるんですよ。そう、磁石になってるの、すごくない？うん、そう、磁石になってるからシュッてつくんです、手離すと。そう、すごいよね、このの初めて。うん、そう、ショック、ちょっと萎えちゃったよね。あ、そう、引き寄せられるんですよ、こう
そうそう、こんな感じ。ギャレスさん、天使ありがとう。冷蔵庫にもつきます。やったことないわ。やったことなかったわ。どうやっちゃろう。どこにさついてるんかなこれ、磁石わかんない。でもなんかこれ見栄えもいいですね、可愛くて。おしゃん、ギャレスさん、ハートありがとう。どっちが S でどっちが N。 SN 適当。ソーセイさん、メロディーありがとう。髪伸びてきたからね、日曜日の髪の毛切りに行きますって。ツーブロにする。いってらっしゃい。なんて書こう。ちょっとテロップ募集中。テロップなんて書いたらいい。テロップ教えて。シゲオ007さんありがとう。クリスタルクマちゃんかわいい。バッグに入れたら鍵やらなんやらめっちゃくっついてきそう。あ、確かに。でもまだそういう、まだね、ないですよ、そういう経験。あ、でもあのピンとかがさ、わかる？ピン、あのなんていうっけ、よくさメイクの時にヘアアレンジでつけるピン、わかります？あの細いピン、ああいうのをね、同じポーチに入れてるとき、これついてるわ、確かに。うん、テロップはテロップどうするでいきましょうね。ちょっとここはテロップでしたよ。違うのよ。違うんよ。なんかいいテロップないですか。テロップ募集中。なんかこうしたら髪切ったみたいに見えるね。髪切りたくなっちゃった。いいテロップ募集中はって、なんかない？みんな、たまにはみんなに考えてもらおうかな。テロップ、テロップ何がいいと思います？今大阪の気温9度、寒っ。9度寒いね。更新ボタンを押そうとしたらハート白になりそうやった。ダメ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 。うん、考えてほしい。そう、確かに私あんまりファンの方にテロップお願いすることないなってちょっとふと思ったので、ちょっと皆さんたまには考えてください。トカチンさん、メロディーありがとう。ドゥ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 。採用の人には何がもらえる。採用の人にはなんだろうな。じゃあ好きなポーズしますよ。あのいいポーズね、可愛いポーズだったら採用しますね。あ、2023年いい肉の日にしましょう。あ、おー、いいかもしれない。今日は、あ、今日はいい肉の日、今日はいい肉の日。でも別に肉について話さないしな。まあいっか。今日はいい肉の日でいいですか？ん？リップ色に染まった赤着てる。そんな染まってないんよ。3箇所染まった。うん。いや頑張って消したけど、まあ消えないよね。リップってさ、洗ったら取れるちゃろか。え、そう、今日いい肉の日ですよ。いい肉の日、皆さんお肉食べました？今日はいい肉の日にする？チェロップじゃ。ソーセイさん、コバありがとう。今日はいい肉の日。1129、よし。で、お肉、今日はいい肉の日。
これでか。全く意識なかったです。サーモン美味しそう。あ、レアステーキみたいな。レアステーキみたいな服着ちゃってるわ。今日はいい肉の日、別に肉について話さないけど、いい肉の日です。明日で11月終わる。いや本当に本当にそう。びっくり。もう12月来ちゃう。もうクリスマス来て、もうあっという間に、え、もうさ、今年もあと1ヶ月よ。早くない？トラトーさん、天使、ありがとう。お肉を食べればよかったと今更後悔。え、今からお肉食べなよ。じゃんまだ間に合うさ。ねえ、2023年終わっちゃう。早いね。そういえば今日はね、今日は、うん、このあのさ、9点の目代わりしてるんですよ。今9点の目代わり、9点の目代わりしてて、今、うん、今日何日、あれ、今日でさ、今日がさ、え、今日が、あ、じゃあ今日が29、今日29だから、今日で多分第2弾が終わるんですよ。昨日かな、今日、昨日か今日で、え、9点の目代わり、ねえねえ、9点の目代わり今日ですっけ、第2弾の終わる終了日。昨日今日、まあどっちかなんですよ。さっきパンを5個食べたのでお腹いっぱいです。パン5個、ロールパン、そう、目代わり、9点の目代わりの第1弾で買ったあのコスメが1個頼んだんですけど、そう、今日頼む、あのね、今日もう届いちゃった。数日前にあれしたのに、頼んだのに。目代わり何のことか分かってませんって。そうよね、そうよね。いつですっけ目代わり。待って、9点こっちに入ってんのかな。9点のアプリがここにはないかな。ないな、見れないや。うん、なんかね、迷って、いや違う、あのね、3つぐらい欲しかったのあったの。3つぐらいあって、ファンデーションとかも買いたいなって思ったんですけど、私があの欲しいカラーが、なんだっけ、あ、そう、あの肌白いじゃないですか、白い方なんですよ。だからファンデーション選ぶときは一番明るい色なんですけど、やっちゃけど、あの、そう、ティルティルのさファンデーション欲しくて、ティルティル使ってるからさ、でティルティルのなんか新しいやつが出たの。そう、新しいやつが出て、それの 17C っていう色が欲しくて、そしたら売り切れで、あのサーノンが迷ってる間に買えなくなってました。そう、そんなこんなでね、そう、2つぐらいね、買おうって思ってカゴに入れてたアイテムが売り切れてました。だから、あの第1弾1個しか買わなかった。買わんやった。そう、メンチカツサンド、ハム卵サンド、ツナマヨ、明太ポテト、エビカド、あ、エビのポカッチャ、すごいおしゃれ、おしゃれだ。アマゾンブラックライデーでいろいろ買いました。アマゾン1日までですよね。アマゾンなんかおすすめある？クリスマスコフレね、かわいいのいっぱいだよ。シゲオ007さん、キラキラありがとう。そう、それで、あのギリギリな時間に頼んで1個届いたんですけど、これが開かないんですよね。ちょっと待ってね。お、開いた。なに、なに、なんか待って、1個しか頼んでないのに2個入ってる。嬉しすぎ。え、1個しか頼んでないよね私。
ちなみに寝る前にデザートにクリームパンと練乳パンがありますか。かわいすぎ。え、すごい。ミルクタッチっていうねやつをね買ったんですよ。1個分の値段しか払ってない。あ、そういえば書いてたわ。そういえば書いちゃった。なんかおまけがついてくるみたいな、おまけがついてくるみたいなやつ書いてあったわ。ミルクタッチ、この度はミルクタッチ公式ショップにて商品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。なんかねミルクタッチね人気なんですよ結構。そうで、しんゆちゃんがおすすめしてくれて、しんゆちゃんがおすすめしてくれて買ったっちゃけど、しんゆちゃんがおすすめしてくれる前にも結構ね SNS でバズってて、そう、しゅんせいさん、メロディーとだるまさん、ありがとう。そう、よし1983さん、イケメンくまちゃんとクリスタルくまちゃん、ありがとう。かわいいウィンターくまちゃん、ありがとうね。見て、2種類届きました。2種類なんかめっちゃ光る光る。多分私が頼んだのはこっち、金と銀が届いた。おっしゃんじゃない。しゅんせいさん、メロディーありがとう。ねえ、アマゾンのブラックフライデーなんかおすすめあったら教えてよみんな。すごちゃんと、ん、製品、製品、製品正しい品って書いてある。じゃあチョコレートですか。違います、マスカラです。ちょっと開けてみますね。あ、リムーバーがついてきたんですね。おお。金のミルクタッチと銀のミルクタッチ、そう、なんか金と銀の箱が届きました。私が頼んだのはこれです。こっちはおまけ。うん、そう、私が顔ついたのこっち、多分、多分ね。ちょっと開けてみますね。クロックスのリップ買ったなって。クロックスのリップってなーに。ちょっと待って、ロン、AD ロング&カールマスカラってやつ、ミルクタッチの。ストラドレイツさん、キラキラありがとう。これ見たことある方いるかも。あ、すごい、すごすぎ、イエイ、すごい。なんかこのタイプのマスカラ初めてかも。可愛くない。ストラドレイツさん、キラキラありがとう。マッチャさん、キラキラありがとう。すごくない。AD ロング&カールマスカラ、キャラメルヘーゼル、ん、違う違う、クリスタルヘーゼル、クリスタルヘーゼルっていうお色味、なんかキラキラが入ってるらしい。そう、なんかこれ多分入賞品。こんな感じ、ちょっと開けてみよう。ヘーゼルって色、そう、うん、ちょっと待って、キラキラしてる、見えるかな、うん。え、キラキラ光ってるの分かります。この、え、ちょっと分かんないよね。マスカラです、とりあえず。そういう感じ、こんな感じ。なんかこれがロングやからめちゃくちゃなんか多分長くなるんやと思う、つけたら。で、なんかラメもついてるらしい。キラキラしてる感じがする。ほんと？ほんと？キラキラしてる感じする？
なんとなく本当に、まあ、伝わってたらグッドですね。まあ、これまたつけたらまたあのショールームでこれつけたよっていうね。わかった。明日じゃあつけてみる。モーリーさん、キラキラありがとう。嬉しい。で、それがこっち。クリスタルヘーゼルがこれで、こっちが何やろ。マスカラリムーバー、アイメイクリムーバーだって。ドアさん、キラキラありがとう。なんかさ、私さ、前にね、前にどこやったっけ、待って、マスカラのさ、マスカラのさ、みんなあのメーカー名言ってみて。どこやったっけ。まあ、とりあえず、あ、リムーバーっていうのはマスカラを落としやすくするためにメイクオフするためメイクオフしやすくするためにまつげにこう塗って、で、クレンジングで落とすときにめっちゃ落としやすくしてくれる、なんか手助けする、手助けし落とす、メイクを落とす手助けをしてくれるやつなんですけど買わないからちょっとやっぱそうですよねうん、そうそう、銀、これはマスカラじゃないんですよ。それで情報技術研さん、ハートありがとう。そう、それで一回ね、リムーバーを、リムーバーがめっちゃいいみたいな、そう、マスカラ買ったことも使ったこともないので、確かに今日なんか男性の方多いですもんねそう、それでね、あのね、なんか TikTok じゃないな、あ、インスタのリールとか YouTube とかで、なんかメイクを紹介してる方のメイク動画を、メイク動画だ、 YouTube だ、 YouTube の誰かのメイク動画を見て、なんかリムーバー使うとメイクを落とすのがめっちゃ楽になるみたいなのを見て、私さ、まつげめっちゃ大事にしてるんですよ。そう、まつげが、まつげ命なんですよ。まつげ結構量も長さも、そう、ありがたいことにあるので、まごころさん、ハートありがとう。そうやからね、まつげにさ、マスカラ塗ってさ、こう落とすじゃないですか、メイク、お風呂でさ、クレンジングで落とすやん。トカチンさん、キラキラありがとう。そう、その時に、あ、そう、リムーバー肌荒れる、そうそう、そういうことなんよ、それにつながるっちゃけど、そう、それで落とす時にね、やっぱね、あのクレンジング中にまつげが数本抜けるんですよ。私はめっちゃそれが嫌で、めちゃくちゃそれが嫌で、で YouTube のそのあかりんさんやったかな、あかりんさん、あかりんさんだ、それこそあかりんさんがなんかおすすめしてたリムーバーがあったの。そう、リムーバーがあって買ってみようと思って、そう、900円ぐらいやったから買ってみて使ったんですよ。使ったらなんかそれが悪かったのか、なんかどれが悪かったのかわからんちゃけど、なんかね、目元がねめっちゃ荒れてる時期があって、そう、こうまぶたがもうめちゃくちゃもうひどいぐらいに荒れちゃった時があって、そう、吉田あかりんさんが、そう、紹介してたプチプラコスメなんですけど、そうそう、それをなんか愛用してるらしくて、使ってみようと思って使ってみたら、めちゃくちゃ、多分おそらくそれでめちゃくちゃ荒れちゃって、そうそう、バリバリアイドルだ、アイドルちゃんだった時に、そう、めちゃくちゃね、目元がやばい時があって、実はそう、それでね、リムーバーも使わなくなったんですよ。だからちょっとこれ使うの怖いんですけど、これはでも使ったことないので、これをちょっと一定期間使ってみて、目が荒れたら私にはリムーバーが合わないってことになりますね。
うっちゃん、クリスタルくもちゃん、ありがとう。そう、もうめちゃくちゃね荒れたんですよ、大切なお目目。そう、痛かったよね。そう、じゃあこれ開けてみます。そう、目ね治るの時間かかっちゃうし、ちょっとこれ出てこないや。あ、こんな感じ。あ、なんかマスカラもこんな感じ想像しちゃったけどさ、マスカラなんかあれじゃん、なんかチューブみたいなさ、あ、パッチだったじゃん。パッチテストね。マスカラはこんな感じの入れ物で、リムーバーよく見るあのマスカラが入ってるようなやつでした。どんな感じなんだろう。これもうミルクタッチの、これ韓国コスメ、韓国コスメですね。あ、そう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 、リムーバーってやっぱこんな感じなんですね。あ、くさ臭いわこれ。リムーバーはなんか別に羽とかなくこんな感じ、うん、こんな感じになってるよ。そうそう。あ、手首の内側とかで試してみたら。なるほど。え、これ結構臭い、結構臭いし、なんか水色。おお、なんか、マニキュアって感じ、マニキュアって感じかな。臭とか言っちゃったマニキュア、いや癖になんない、あのねちょっと気分悪くなる匂いかも。あのマニキュアの香りわかりますか。マニキュアの香りって感じですね。マニキュアを目に塗るような感じになっちゃうかもしれない。こっちに寄ってみよう。これはん、ちょっとチョコレートみたいな匂いするかもしれない。全然真逆な香りがする。これ可愛くない、めっちゃ可愛くないですかこれ。この色味可愛い。あ、除光液の香りならわかり、あー、まあまあ似てる、似てるかもしれん、うん、似ちょっかもしれん。まあそんな感じ、マニキュアと除光液を足して2で割った感じですね。これはちょっと目元につけるのに臭すぎるな。これはまあそのまま使うか使わんか分かんないけど。そうだ、でもこれがついてるから、おまけがついてるからと思って買ったんですよこれ。そういえばこれおまけなので、まあ使わなくてもいいんですよ。最悪ヘーゼルナッツ、あ、そういうこと、これヘーゼルナッツの代わりなん。うっそ、ヘーゼルナッツこれ本当に。ちょっともう一回嗅ごうじゃん。ね、そうなんかもしれん、もしかしたらそうかもしれん、ヘーゼルナッツの香りかも。ちょっとわかんないよ、ヘーゼルナッツの香りなんですかね。もうまあ、つけてみたらもうちょっと匂うかもしんない。ヘーゼルナッツの匂い知ってるのって。ヘーゼルナッツってあのチョコレートとかに入ってるやつやろ。わかるよ、わかるわかる、うん。とりあえずこっちはちょっと臭すぎる、うん、癖強いね。だからもう、まあでもこれ肌荒れんかったらいいね。うん、思い出せん、あの私が肌荒れたやつ。いえ、めっちゃね、
え、めっちゃ有名なやつなんですよ。めっちゃ有名なやつ。よくアイドルがマスカラ使ってる種類のやつなんですけど、そう、マスカラは荒れないのにリムーバーはめっちゃ荒れるというね。まあこれはちょっとどうしようか考えますね。臭いんで。ちょっとメイク落とすのに気分悪くなるのはちょっと嫌じゃない？ね。なんかさ、指もさ、指に爪にさネイル塗るときもさ、まあ、あのいい気分はしないじゃないですか。そう、まあまあさ、匂いきついやんか。まあ我慢して塗るじゃないですか。でもさ、指はさ顔とちょっと離れてるけどさ、目はさもう顔じゃん。目はさもうさ鼻にめっちゃ近いじゃないですか。だからこそめっちゃ匂いそう、香りそうですよね。トカチンさん、ハートありがとう。アニョハセヨー、チョヌンサーのイムニダー。ありがとうございます。ちょっとお疲れ様んごって、お疲れ様んご。そう、シュンセイさん、キラキラありがとう。こんな感じで今日の届いた購入品紹介でした。ねえ、こういうのプチプチするのさ、あの好きなんやけどさ、みんな好き？みんなこういうのさ、なんか箱にさプチプチついてきたら潰すタイプ？うん、潰したいタイプ。おじさんだかわかんないって、まあ、買わないもんね。こういうの前から好き。何？これプチプチ吸うタイプ。みんなプチプチ気づいたらしてるね。するよね、やっぱするよね、するよね。一つ一つ潰します。でもさ、なんかさ、たまにバリってやりたくない？プチプチみたいな。これ全部潰したい。しない？せん？え？したくなる。このままは絶対捨てん。うん。たんたんたんたたん。なんかこれちょっと潰れないや。なので、うわ、嫌な音したね、ごめん。バリバリいきまーす。なんかいい音しな。あ、いいね、いいね、いいね。いい音しないかな。雑巾絞り。でもこれちょっとちっちゃいわ。子供の頃はしてたけど、今はせえへんなって。せえへんな、せえへんか。お、めっちゃ潰れた。これで捨てられそうです。よし。これなんかストレス発散になりません？わかる？みんなストレス発散にプチプチ潰すといいよ。さあ、お子ちゃまだから仕方ない。お子ちゃまじゃないのよ、違うのよ。こんな感じ。これを使うのが楽しみです、私は。うん。で、皆さん、ブラックフライデーへのおすすめなんですか？アマゾンでなんか買い物した？みんな。中高の頃イラつくと黒板を、あ、待って、爪で、嫌だ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 、絶対嫌だ。
女子から嫌われまくって、そりゃちょっとそれはちょっと嫌かも。嫌です、私も嫌いな音。プチプチはメルカリなどの発送用に大切に保管します。ああなるほど、売る方は確かにそうね、大事かもね。コート買いました。え、待って待って、アマゾンでコート、すごっ。コートかいいね、冬ですもんね。アマゾンのブラックフライデーなんかいいのない？なんかさ、アイクリーム、アイクリーム使ってるっちゃけど、アイクリームがもうなくなりそうで、アイクリームがね欲しかったの。そう、なめらか本舗のアイクリームなんか使ってて、そう1年ぐらい使ってて、そうアイクリーム買おうって思ってカゴに入れたんですけど、ドラッグストア行ったらドラッグストアの方が安かったんでやめました、アマゾンで買うの。そう、アマゾンなんかお得なやつない？プチプチって呼ぶんですね。え、これなんて読む？逆にプチプチじゃない？なんて読む？みんなダウン買う予定。おお、冬だ。ブラックフライデーそんなに安いんですか？うん、物によるんじゃないかな。でもなんかあんまり安いって思わないよね、プチプチって。おお、プチプチよね。そうよね、バイク用品買いましょうね。アマゾンで買える？なんかおすすめある？水とアクエリアスとウェットティッシュとシャンプーとボディーソープかな。おお、日用品、洗車道具買った場合って。おお、アマゾンって安いって。アマゾンね、アマゾンね、まあ物によりますね。だからファンもそれを聞きたくて、ファンの皆さんにも聞いてるところなの。そうそう、エアキャップ、エアキャップっていうん、このプチプチ、イヤパッチン、すごいかっこいいやん。本当、冬用のバイク用のインナー型。おお、なるほど、知らんけどアマゾンなら何でも買えるんちゃうのって。え、買える買える、確かに買える。うん、なんかいいのないかなって思って。うん、そう、9点の目があれば、ちょっとそういうの欲しいもの売り切れてたりするんでね。アマゾンなんかないですかね。アマゾン、アマゾン、いつもさ、みんなネットで何買います？みんなネットで何買う？デニム生地のスマホケースとバイクのガソリン添加剤買ったわって。デニム生地のスマホケース、なんかおしゃれ。欲しいものたくさん買ってください。お金使って経済回してくださいね。わさびさん。めっちゃ面白い。うん。9点で買えなかったもの、アマゾンで。でもね、9点がね、安いんですよ。そう。なんかお得だから、なんか違うところに行って、それを検索すると、結構違うの。9点もさ、数ヶ月に1回なんですよ。あの目代わりってやつ、ジャンパー買ったことあるって。プリンターとインクも買った。おお、ネットで毎月生写真買ってましたって。あ、ありがとうございます。アマゾンはだいたい本を買う。アマゾンで本を買う、なるほど。あ、そっか、アマゾンなんか本とか音楽とかなんかいろいろ買えますもんね。今のパソコンを買った、アマゾンで本買うんや。バスケットボールを買った。あ、ボールね。うんうん、なんかさ、あのサイズ感を問われるものってさ、なんか買いづらくない？ネットってね、なんか
ね、なんかさ、そうなんですよ。あのさ、バイクのさ、ヘルメットとかもそうやん。あのさ、かぶってみなんとわからんくない？届いてサイズ違ったらどうしようみたいなさ。なんか頭のサイズとかわからんくない？ね。あ、そう、靴はね、靴は難しい。まあ、スニーカーぐらいなら、よく履くメーカーとかやったらさ、まあ、同じサイズ買えばいいかもだけど。違うな、サンダルとかなんかそんな感じだったら難しいかもね。うん、アマゾンで買い物したことない。まあそうですよね、そういう方もいるよね。確かに服はネットで買いづらいから、サイズ合わんかったことを考えると、そうだよね、やっぱ最初はお店がいいか。一番小さいのに、うん、わかんないな。ちなみにサロンのアクスタ2022年8の非売品はオークションで買ったなって。おー、でも嬉しい、ゲットしてくれて。なんとなく気持ち悪いから買わない。あー、サイズ感問われるものはね。安全靴はネットで買う。安全靴、安全靴って何？長靴？たちはネットショッピングで失敗したこと、ネットショッピングで失敗したことですか？あ、待って、うん、ネットショッピングで失敗したのはね、1年前ぐらいに、あ、そう、去年ね、ロングブーツ買ったんですよ。でもね、これはネットショッピングでの失敗っていうのかな、どうなんやろ、どうやっちゃろう。あの、一回ね、店頭でも履いたんですよ。履いたっちゃけど、その時に履いたサイズを、そうそう、聞いたよね、そう、を忘れちゃって、どっちかなって思って。でも靴のサイズ的には私24なので、24センチは L サイズだったんですよ。そう、24センチからは L サイズで、L サイズ買ったら大きかったんですよね。 それで M を買い直したっていうのがある。そう、なんか ZOZO タウンで頼んだんですけど、頼んだっちゃけど、 ZOZO タウンの返品の仕方分かんなくて、結局買い直しちゃった。うん、安全靴はつま先が硬くて物を落としても大丈夫。そういう安全靴ね。ゾゾタウンでサイズ間違いで購入してしまった失敗。靴難しいよね。靴とかって難しいよね。飛行機に履いて乗れん靴。なるほど。そういう時ってどうやって飛行機乗るの？一瞬24歳だったのかと思ってた時って、違うよ、22。え、嬉しい。さあちゃんに送ったお洋服オンラインでも買えたけど、実物見て買いたかったから、頑張ってお店で一人で買いに行ったって、ありがとう。ネットは確かに靴は買わないのね。靴難しいよね。ネットで買う派って、私はでも実物、サイズを問われるものは実物を試して買いたい派ですかね。うん、でもなんか店頭になかったりとか、こうネット見てて欲しいと思ったのは買っちゃったりする時もあるかな。ごっちゃん、ハートありがとう。いや、セブンティーンですよ、セブンティーンですけれども、はいはいはい。そう、卒業公演の日にね、持って帰った皆さんからいただいたやつはね、お洋服めっちゃ多かった、嬉しかった、着てます。うん、設定がバレてる、そんなことない。そのセブンティーンです、聞き間違いじゃない？
マチャリン方式、マチャリン方式って何ですか？三方式じゃない？そんなの知りません。元気かな、マチャリンさん。マチャリンさん元気かな。優しいんですよ、とても。今気づいたけど、半袖寒くないって。寒くないんですよ、それが。大丈夫だよ、元気ですよ。マチャリンは永遠の17歳ですって。サンもセブンティーン。18歳の頃が一番楽しかったなって。何歳やろうな。私もセブンティーンとエイティーンが楽しかったですかね。セブンティーンです。今まだセブンティーンだった。元気、元気っ子。そういえば東京に住んでる親友が、寒すぎてしんどいって言ってた。寒いんですか？寒い？東京、東京寒い？17歳はちょっと無理が。そんなこと言っていいんですか？天然育ちのサーモンだから寒くないみたいな。そう、寒くない。まだ元気。暖かくはない。なるほど。そんなに寒くない。あ、めっちゃ寒い。寒いよって。あ、人による。私今7度。わお、寒いね。7度は、7度は寒いわ。トカチンさん、キラキラありがとう。そう、なんか数日前に連絡取った時は、なんか最近暖かくてこれ毎日続いてほしいみたいな言ったっちゃけど、なんか今日返信返ってきたら、東京寒すぎてしんどいって言ってた。寒いんかなと思って。宮崎は、まあ、寒いですけど、頑張れば半袖でも生きていけるって感じですかね。いや、寒くないな。寒くはないんですよね。でも今日はちょっとね、今日はちょっぴり冷えてました。でもトレーニング半袖だったし、半袖でも全然大丈夫。でももう暖房入れてないですね。冷えてきた？今8度だから寒いよって。まあ、お外はね、絶対寒いね。ストーブつけてます。めっちゃ寒いやん、それ。めっちゃ寒いやん。暖房入れてなくて寒くない。寒くない。寒くない。あ、もう、半袖で寝れる。毛布着たら。半袖で寝てますよ。前長袖着て寝ちょらんね。今季。なんさん、雪だるま作ろう。ありがとう。半袖ですね、まだ。いや、朝とかは長袖着たりするっちゃけど、寒かったりしたら。でも半袖ですね、寝るときは。もちろんお外出るときは長袖着ますよ。長袖着る。今日さ、それこそトレーニング行くときに、トレーニングウェア半袖なんで、半袖でそのまま外に出ようとしたら、上着着ていかんねって言われて、
しぶしぶ上着を着ていきました。私は着なくても全然良かったと思う。帰りは長袖で帰ってきましたけれども、まごころさんキャンディーありがとう。まだ半袖で、ね、寝れるよ。でも半袖で寝れるとは言っても末端冷え性なんで、もこもこ靴下は履いて寝ますね。トレーニング歩いて行ったの車です。しぶしぶって風邪ひくぞって本当にそうだね。北海道の実家は大雪なのにストーブ床暖入れて、すごい30万円かかったの。わお大変。車ねもうずっと運転してないな。運転したいな。俊生さんキラキラありがとう。トレーニングはランニングで行かないとって遠いよ。ランニングね、もうだってランニングで行くならもうさ、ランニングでもトレーニング終わっちゃう、今日はあの竹脇まりなさん、わかります？皆さん竹脇まりなさんが今日あのインスタライブであのタクトレやってたんで、それを朝 やりました。めっちゃね疲れたよそれ。今日やったらめっちゃ疲れた。うん、トゥ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 。そう冷え性、ほんまに冷え性なんかの、ほんまに末端冷え性よ。私末端冷え性ですよ。そう、うん、ね、手足が冷たいんですよ。しげお007さんキラキラありがとう。そう、末端冷え性の方いません？この中に末端冷え性の方おるやろきっと。あ、そう、冷え性なのに暑がり、そう変ですよね。めっちゃ変なの、めちゃくちゃ変なの。うん、分かってる、めちゃくちゃ変なの。あ、ドムさんも一緒？末端冷え性？末端冷え性今からって辛いよね。私は末端冷え性だよって。恐れじゃん。ちょっとなんかシェアしてください、なんか直し方。確かに冷え性のメンバーと握手すると冷たってなる時あるって。いやそうだよね。それこそ私サイコさんに冷たいって言われた。そう冷え性って、そうめちゃくちゃ冷たいって。でもサイコさんも冷え性だったらしくて。足先が冷え性、なるほど。自分で冷え性ってわかるのかな。そう、自分で冷え性ってわかりますし、人からもよく言われます。うん、足は末端冷え性で同じく靴下履いて寝てるんです。わかる、眠れんよね冷たすぎて。うん、そんなに冷たいのか。めっちゃ冷たいですよ。冷たい手とよく言われる。あ、わかる、冷たい手ってよく言われます。でも今はめっちゃ暖かいよ。ちょっと赤くない？指先今めっちゃ暖かいけど、足はね冷たいと思いますよ。あ、足冷た、めっちゃ冷たい。足めっちゃ冷たいけど手はめっちゃ暖かい。足の方が冷えやすいかもしれん。うん、